はい、皆さんこんにちは、どうもヒロです。今回はローズスターによくある症状の猫クラッチを直していきたいと思います。はい、ということでこの猫クラッチと呼ばれる症状なんですけども、まずはちょっと音を聞いてほしいです。いきます。はい、今の音聞こえましたでしょうか。今クラッチペダルをこうふみふみしてたんですけども、クラッチペダルを踏むとキー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 音が鳴ってしまうんですね。で、この猫クラッチと呼ばれるこのキーキー鳴る音がですね、結構ロードスターではよく聞く話なんですけども、この猫クラッチになってるとすごくですね、クラッチペダルのフィーリング、この操作性かなり悪くなるんですよ。で、まあ、街中走ってて、例えば渋滞で結構こうトロ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 走ったり止まったり走ったり止まったりする時の、このペダルの奥の方でこうハンクラを使ったりする時にすごいね、こうギギギギギってね、あのスムーズにこうペダルがね踏めないんですね。これがね、走っててすっごくストレスになるんですよ。もしかしたら同じ症状の人はわかると思うんですけども、で、今回はこれを直していきたいんですけども、直すこと自体はすごく簡単みたいで、このクラッチっていうのが油圧式で、中にまあシリンダーっていうのかながあって、そこのまあシャフトの部分っていうのかながどうしても油切れが起きてしまうと、あのまあスムーズに動かなくなって、まあ、ペダルを操作するときにギシギシギシってなってしまうっていう原理みたいなんですけども、簡単に言っちゃえばそこに潤滑できるようにオイルだったりグリスだったりをやってあげることで簡単に直せるみたいなので、今回はそういった方法で直していきたいと思います。で、ちなみにその油圧のところのクラッチリリースシリンダーっていうのかなのところなんですけども、モノタロとかで新品で部品出てまして、僕もね3年ぐらい前かなに、新品に交換をしています。結構そこも劣化してくるとこういう症状が起きたりするみたいなので、もしねそのリリースシリンダーだったりっていうところを全然交換してなければ、ぜひそこもガラッと新品に変えていただいた方が、まあ、すっきりすると思いますし、クラッチがねこう操作しやすくなってシフトの入りもすごく変わってくると思うので、もし全然交換の方してないっていう風であれば、まずそちらの交換をしてあげてください。それであの猫クラッチももちろん治ると思うので、で今回はあくまでシリンダーの方の交換はせずに、この猫クラッチを直していきたいと思います。で、今ですねジャッキーも上げてるんですけども、右フロント運転席側の前のタイヤをまず外します。はい、で外しましたら、こんな感じで運転席の前ですね見て奥の方覗いていくと、はい、こちらここが、クラッチの、まあ、シリンダーって呼ばれるものになります。ちょっと名前間違ってたらごめんなさい。で、この上側にこう走ってるのがクラッチホースで、ボネットの中のクラッチフルとかが入ってるところにつながってます。これ僕車外のものに変えててショートタイプになってるんですけど、純正のクラッチホースっていうのかながかなり長くて、助手席側までこうぐるーって回ってるみたいなんですね。で、それがすごい効率悪いみたいで、この辺新品に変えるときにこのクラッチホースもショートタイプのものに交換をしました。はい、ということでここですね、ちょうどこの蛇腹っていうのかな、このグネグネってなっているところ、このゴムの部分なんですけど、こいつをめくると中にね銀色のシャフトかながあるんですけども、そこにグリススプレーだとか、あとはシリコンスプレーとかをやってあげることで、その猫クラッチキシキシ音が一気になくなるみたいです。ちょっとこの視点からクラッチペダル踏んでみますね。はい、どうでしょう。ちょっとね僕この視点で見えてないので、どんな動きしてるかわかんないんですけども、多分そのゴムのグネグネってなってる部分が動いてたと思うので、そこにグリススプレーなりを塗ってやっていきたいと思います。はい、ではですね、まずはこのゴムの部分を剥がしていくんですけども、あんまりねマイナスドライバーとかでやらない方がいいとは思うんですけど、どうしてもこうゴムなので破れちゃったりっていう可能性もまあゼロではないので、特に古かったりすると結構簡単に切れちゃうかもしれないので、ちょっと気をつけて剥がしてあげてください。あのここね本当に硬いとなかなか外れなかったりするんで、この辺にシリコンスプレーとかを拭いてあげて滑りやすくして、こうニュッと
剥げれるようにすればいいかなとは思います。ちょっとやってみます。よいしょよいしょ、結構硬いなはい、今剥がしましてこんな感じで取れました。ワイヤースライバーで避けてみると、この中にこんな感じでシャフトがいます。こうやって今画面越しに見るとやっぱりなんか若干錆びてたりしてるかもしかしてので、ここにまあスプレーやっていくんですけども、結構あの人によってね、いろいろ使ってるものが違くてですね、シリコンスプレーだったりグリス、モリブデングリス使うとか、グリススプレー使うとか、いろんな人がいるんで、ちょっとねどれが正しいかっていうのがね正直わかんないんですけど、もし詳しい方いましたら、これがいいよとかこれはやめた方がいいとかあればぜひ教えてほしいです。で今回はこちらクレのグリススプレーですね。プレミアムスプレーグリース、スーパーグリースメイト、こいつでちょっとやってみようと思います。一応モリブデン配合になってるんで、モリブデングリース使ってる人もいたんでよっぽどいいとは思いますが、で結構 CRC ってゴムに悪かったりするっていうのはよく聞くので、まあちょうどそこにゴムあるし、 CRC はなんかやめた方が良さそうな気はしますね。はい、それではスプレーしていきたいと思いますが、ここからやった方がやりやすいかも。はい、今下から潜って見てる状態なんですけども、ここ下から潜るとねすげえやりやすいかもこのゴム剥がすのも多分簡単に剥がせると思うんで、ぜひ、まあ、馬使ってジャッキアップしてやる方があの確実にできるかなとは思います。という感じで今ちょっと一回グリスやったので、ペダルちょっと踏んでみたいと思います。はい、じゃあペダル踏んでいきます。いやこれセット、めっちゃスコスコなんだけどなんかねクラッチがめちゃくちゃ軽く感じるし、今これ踏み切っててゆっくり戻しても全然変な感じがない、あのキシキシキシっていう感じが一切起きません。あ、いいねこの感じ全然違うわ。あ、これめっちゃいい。一応これで多分ちょっと馴染むと思うので、もう一回スプレーして戻そうかなと思います。はい、ということで、ゴムの方も戻し終わりました。最後にもう一回クラッチ踏み踏みして確認していきたいと思います。はい、どうでしょう、全然クラッチの音なくなりました。で踏み心地もすごくスムーズになりました。大成功。はい、ということで今回はロードスターの中に潜む猫を追い払う作業をやっていきました。ということで、ね、この通称猫クラッチ、結構ねロードスター乗ってる方だったら経験されたことある方もいると思いますし、あの実際もしかしたら今ねその状態になっている方もいるかもしれないので、まあクラッチのねこの踏み心地がなんかちょっと重くなったなとか、まあキシキシなりだしたなっていう方はね、ぜひ一度ここの、まあ、グリススプレーだったりシリコンスプレーちょっとやってみると一気に改善されるかもしれません。まあ作業自体はね全然難しくないので、誰でもできるような作業かなとは思います。でこのスプレーとかもシリコンスプレーとかすごい安く売ってますし、グリススプレーもまあ1000円もしないぐらいで全然買えると思うので、まあお金もかけることなくクラッチのね踏み心地かなりスムーズに直せるようになると思いますので、ぜひやってみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。